今日も天気がいいですね。山も綺麗に見えてて、今日はですね、ここでカズと待ち合わせなんですよ。で、まだ来ないんだけど、いいよ乗ってく？これどうしたの？買いました。買っちゃいました。ということでですね、今日はこのさ、はい、ハイエースを買った経緯と、今後どのようにしていきたいかっていう少しご紹介と、あと車内と、車両紹介ね、みたいな感じでやっていこうかなと思います。はい、お願いします。お願いします。はい、ですね、まあ、購入ハイエースをね、購入する理由なんですけど、あ、そもそもうちのこれハイエースじゃなくてレジアスエースね、になります。みたいだね。はい。はい、で、以前からですね、ハイエースは欲しいっていう話をしてまして、まあなんでかというと、今まで夫婦でですね、キャンプに行ってたんですよね。で、二人で、まあ運転席、助手席乗って、で、後ろは、二列目シートを、まあ軽でね、倒した状態で、キャンプ用品を乗せて、もうパンパンの状態だったんですよ、天井までね。そうそう、天井まで、で、子供が全然夜な乗るスペースなくて、で、この間もファミリーキャンプ行った時ね、軽と軽トラで2台で行ったのね、で、そういうのも含めてやっぱりね、大きいのは必要だよねっていうことで、まあそこら辺はね、前々から話し合ってました。そう、いずれは、まあこういう大きいのを買わないとねって言ってたんだけど、まあちょっとまだもうちょっと先かなって思ってたから、ちょっと買うっていうのに対してはちょっと早くなっちゃったんだけど、まあでも、私たちに必要かなと思って。そう、もともとですね、ハイエースを見に行った時に、これとは別な車を見に行ったんですよね、カーセンサーだったかな、かなんかで見つけて、で、隣の県の宮崎に車両があってですね、そこまで見に行って、で、その見に行った隣にこれが、みんな隣じゃなかった、まあ近くにあったのね、そう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 、こいつがね、で、これの方がやっぱりいいよねっていうことで、まあ大きさ的にもいろいろ、で、まあスペック的なところは後から話すんですけど、ね、もうなんだかんだこう総合点ですごく良くて、で、Bコも最初は全然乗り気じゃなかったんですよ。まあ今でも乗り気かどうかちょっと怪しいんですけど、まあ見るとやっぱりね違うんだよね、映像で見るのと実際、目の当たりにするのと全然違うから、まあね、すれ違う車とかで、これだよあれだよっていうのは聞いてたんだけど、実際自分でこう立ってみたり座ってみたり、乗ってみたりってしたの時に、あ、やっぱすごいな、広いな、これでキャンプに行った時の想像した時に、やっぱあった方がいいなと思って、まあ、もうそっ即決だったよね。即決だったね。もうその時にもうすぐ決めたよね。そうなの。で、まあ納車した後に子供も乗せたりして、今2列目で喋ってるんですけど、まあいろいろ話を聞くと、やっぱり乗り心地がいいっていうのと、まあ広いから快適だよねって、今までも軽でずっと狭かったので、まあそこら辺は良かったのかなってすごく思ってます。はい。もともとですね、まあ、ハイエースはこういうのがいいっていう理想像があって、まあ、必須条件として、まあ、ワイドであること、で、できればハイルーフであること、あと四駆がついていること、で、まあ、できればスーパー GL であること、っていうのがあったんですよ。で、あと、車中泊をするので、両サイドのドアに窓がついていること、まあ、子供も乗るからね、長距離も多分あるだろうし、っていうのをね、複合的にいろいろ見て、その条件に合うのを探してたんですけど、こっちのね、西日本にはないのよ。全部東北方面とか北海道なんかに、やっぱり四駆とか多くて、話をすると四駆系、貿易で出るみたいね。ああ、そうなんだね。なんだって。で、やっぱり四駆は高いということで、それでもやっぱりアウトドアに行くんだったらね、砂地とか、あとその山の標高の高いところとかあるじゃん。に行けば、まあ、突然雪が降ったりとかも可能性もなくはないし、まあいろいろ考えればやっぱり四駆があるに越したことはないかなということで、
まあ、調べてたんですけど、うん、まあね、なかないですね、うん、であったとしても、うん、もうかなり値段が張る、そうそうそう、もう自分たちの手の届かないぐらいの値段になってしまうから、うん、じゃあどこを省くって言った時に、うん、もう四駆はもう無理だよねっていう選択になりました、うん、そうで、まあ、あのできればディーゼルね、ディーゼルターボも、うん、まあ、あのガソリンに比べるとディーゼルの方が安いということで、うん、そこは結構でも大きかったよね、うん、ディーゼルであることとあとワイドっていうところは大きかった、うん、その選択の中で ね、はい、うちのこれ一応4年落ちの中古を買いました、うん、で、あの走行距離は10万キロ走ってるんですけど、うん、年式と走行距離のバランスっていうのがやっぱりあって、うんうん、うちのこのスペックぐらいの車で、うん、あのネットで見ると今のこの価格よりまだね100万近く高いのよ。ああそうなんだ、うん、で10万キロ走ってるから、うん、あの走行距離っていう面では多分価格がね、うん、結構マイナス方面に働くと思うんだよね、うんうんうん、でその同じ年式で5万キロ4万キロっていうのは本当100万ぐらい高くて、うん、まあそれで見てもねディーゼルだから、うん、エンジンはまあ丈夫っていうことで、うん、まあ10万キロ走ってもまだまだ大丈夫かなと思って、うん、まあこれに決めたんですけど、うん、タイミングベルトもねなんだかんだでもう変えてあって、うん、だ結構ね自分的にお得に変えたんじゃないかなと思うんですよね、うん、でまずはですね、あの外回りから簡単に紹介しようと思います、うん、まあ、前の方ですね、見てわかるように、はい、前ですね、これがで、ガッツミラーがついてて、うん、で、まあ、モデル下のスポイラー、うん、これは良かったね。で、思ったより車高が結構あって、うん、あの段差のあるところもそんな気にしないでいいぐらいの高さだよね、うん。で、あれは、あの、セーフティーセンサーはついてません。うん、で、うちのは、あの、4型の前期になるのかな ?4 型の後期ってやつは、多分6速エンジンの燃費がちょっといいのになってるんですよ。エンジンが違うんですよね。うんうん、で、うちのはまだ、あの、その前の4速のオートマなんで、うん、ちょっとまあ古い。ああ、そうだね。うん、4年落ちの中でも。でも、6速になると、また値段が跳ね上がるからさ。だよね、うん。本当はそっちが良かったんですけど、うん。だいぶ変わるよね、値段がね。うん、全然違う。まあ、フォグランプもついてて、うん、まあ、夜の視認性もかなりいいです、うん、で横もタイヤがホワイトレターのタイヤがついてて、はい、もうこれもなんだっけホイール、うん、も書いてありますね、はい、まあ、特にホイールこれっていうこだわりないからちょうどよかったかな、うん、で横のドアも自動ではないんですけど、あのハイエースの場合自動だとこの窓がなくなるんですよ、うん、ああそうなんだね、うん、たまに首の挟み込みとかっていう関係だと思うんですけど、うん、自動を選ぶと窓がなくなるから、これはあのイージークローザーになってます、ね、ほらこんな感じで、だからうちは逆にこれで良かったのかなと思います、うん、開けるとこんな感じで、はい、はい、後ろはこのような感じです、はい、レジアースエーススーパー GL ね、うんうん、でまあ、ここはあのセーフティーセンサーなのかな、新しいやつここにカメラがついてたりするんだよ。ああそうなの、うん、うちのはどこについてんだろうね、だいたいここについてる、ここについてたね、うん、多分新しいのここについてるんだよね。ああそうなんだ、うん、へえ。多分ね、うん、定かではないんだろう、うん、はい、であれもあのここのスイッチもついてます、うん、あのキーレス、うん、これも地味にいいよね、うん、いい。でバンタイプだからステップがついてます、はい、嬉しいことに、うん、この後ろもイージークローザーがついてるんですよ、うん、ほら、うん、これね、買った後に気づいて、そうそうそう、わ、ラッキーと思ってわ、イージークローザーついてるよって言ってたもんね、うん、テンションが跳ね上がりました。はい、外装はこんな感じですね、一周回りました、うん、はい、内装はこんな感じでよく YouTube で見る内装になってます、はい、で最初購入した時にもあのドライブレコーダーとこれね ETC2.0 後付けなのか分かんないんですけど、あの一応センサーアラーム、うん、イモビライザーっていうのかな、うん、もついてます、はい、これ結構高かったんだよね、ネットで見たら。あ、そうなの、うん、あとフルセグナビがついてまして、はい、あとね、ここほら、6速オートマだとここプラスマイナスに多分なるんだよね。
ここがちょっと違うの、パネルが。ああ、そうなんだ。うん。うちのはワイドなんで、うん、ここの横に、まあこうやって、なんか小物入れがあって、うんうん、ここにもモニターを入れるそうやね、うん。モニター2つで、うん。で、中もこんな感じで、センターコンソールが結構大きいです。はい。まあ、ざっくり前はこんな感じかな。そうだね。うん。で、後ろは、スーパー GL なんで、あの乗用車みたいな、うん、あのシートになってます、はい、で後ろもあの鉄板むき出しじゃなくて、うん、こうやったカバーが全部ついてますね、はい、で天井はちょっとなんかあの材料が当たったのか若干傷が多めです、うん、だけど全然気にならないぐらいの、うん、そうですね、傷の量です、はい、後ろもですねだいぶ広いんですよね、うん、こんな感じで、僕が寝ても全然余裕です。はい。で、両サイドにスピーカーがついてて、うん、ま、音はね、やっぱりちょっとこもったような感じになる。ね。何の音？あの音楽。ああ、そうだね、うん。うん。あの後ろはね、あんまり聞こえない、やっぱり。でしょう。うん。で、あのワンさんチャンネルとか、うん、あのベンちゃんチャンネル、うん、ハイエースの有名な方いるんですけど、うん、上にさ、そこ、うん、そっちと、うん、ここにあのスピーカーをつけてるんですけど、うん、あれちょっとうちも参考にしてからやりたいなと思ってます、うん、はい、あれは良かったよね、いいよね、うん、乗り心地っていう面ではいい方向で期待を裏切られた、うん、っていう印象ですね、うん、あの僕、ま、前あの大工で会社勤めだったんですけど、うん、その時にキャラバンに、うん、まあ、あのちょこちょこ乗ってたんですよ、うん、でキャラバンも、ま、前の方は、まあ、そこそこ乗り心地は悪くはないと思うんですけど、うん、まあ、それでも所有車なんで、うん、結構、まあ、跳ね上げが強かったんですよね、うんうん、で後ろの席っていうのは、まあ、振動が割とあの直でダイレクトで来る感じ、うん、あのドンドンみたいなさ、うん、っていう印象があって、うん、でこれもそうかなと思ったんですけど、これはねそこまで感じなかったです、うん、私も初めて昨日後ろに乗ったんだけど、うん、まあもちろん前は私も乗り心地は悪くないと思います、うん、で後ろはかなりなんかふわふわするよって言ってたから、うん、まあ、一応子供たちにも聞いてたんですよ、どう乗り心地って、うん、だけどやっぱ子供たちはあまりこう、まあ普通わかんないみたいな感じ、あ、まあ、普通だったらいいのよ、うん、悪くなければ。私も昨日乗ってみたけど、うん、そんなふわふわしない、思ってた以上に。これね多分ねあそこのパーツが書いてあると思うんですよ。ちょっと来て、これですね、うん、多分これが書いてあるから乗り心地がまた多分いいと思うんですよ。純正は、うん、全然多分ちっちゃいはず。これは書いてあると思うんですよね、うん、じゃあ今のパーツのおかげで、まあ、うちのはね、うん、そこまで乗り心地が悪くないんじゃないかなと思うんですよね、うん、で、あの玄武っていうメーカーさんあって、あの有名なメーカーみたいなんですけど、うん、そこのさっきのあのパーツを変えるのがあるのよ、うん、このシリコンなのかな、結構それで乗り心地がマイルドになるっていう風な感じで言われてて、でそれに変えないとなと思ってたんですよ、うん、私も、うん、だけども見たらさあれがついてて、うん、当たったらもういいかなと思ってね、うんうん、そんなふわふわする感じはなかったから、うん、段差でもドーンってならないよね、ならないよ、うん、ふわって感じだよね、うん、だからその分はかなり良かったです、はい、であとはですね、あのやっぱりディーゼルなんで、うん、エンジン音が、まあ、多少なりとも大きいです、うん、まあ、ガソリン車に比べると、うん、だからあのエンジンの音対策、あと夏になるとエンジンの熱がやっぱりここの下ら辺から来るので、うん、まあ、そこら辺 の、 その断熱材を入れたりとか、うん、まあ、そういうのをやったり、まあ、DIY が多少必要かなと思います、はい、であとはですね、あの精神剤、あのドアとかあと天井ね、うん、なんかにみんなやってるんですけど、うん、それをやることによってかなり快適になるみたい。雨の音はやっぱり響かないし、あのロードノイズ、走ってる時にさバーっていう感じの音もそんなにしなくなるみたいで、あとは車中泊仕様にはしようと思ってるんですけど、断熱材を入れたり、まあ、上とか横にね、ですると、まあ、かなりねやっぱりあの快適さが違うみたいだから、まあ、そこら辺もおいおいですね、あの予算とタイミングを見て、まあ、やっていこうかなと思ってます、はい。まあ、大前提として家族4人で乗るっていうのを想定して、うん、後ろの方にあのベッドなんかを、ベッドとか収納とかを作っていこうかなと思ってるわけなんですよ、うん、で
まあ、ワイドを買ったことによって高速料金がもうちょっと割高になるっていうのはもう分かってるんですよね、うん、なんで例えばちょっと遠出をした時に、うん、まあ、ホテルに泊まるよりは車で4人で寝た方が、まあ、高速代は高くても宿泊代が浮くんじゃないかなみたいな感じで、うん、まあ、一応僕たちは考えてて、うん、まあ、そううまくいくかは分かんないですけど、うん、そうはこはいかないだろうね、うん、きっとね。そう、まあ、でもやっぱりね、普通よりはまあワイドミドルの方がまあ僕たち的には合ってるんじゃないかなと思うんですよね。うん、まあ、その高速代が高いっていうデメリット部分を含めても、うん、なんかよくよく考えたら、あ、高速代の3割引きっていうところは、あ、割引は効かないからね。うん、で、あの道旅とかも使ってたから、うん、それが使えなくなるっていうのは、あ、でも結構やっぱ大きいかなって思うんだけど、うん、うん、でも買ってその普通サイズ、レギュラーサイズっていうのかな、普通のサイズ、ナローサイズかな、ナローサイズ、うん、普通の、うん、うん、買ったとしても、うん、それはそれで、あ、もっと大きなの買っとけばよかったもん。だからさ、いいところもあれば悪いところもまああるんだけど、うん、だから、まあ、一応4人で過ごすっていうのを前提で、このシートはこのまま、うん、本当は外したいけどシートはこのままで、うん、後ろの方をとりあえず寝れるようにと、うん、あと多少収納ができるように、うん、まあ、キャンプ用品ももちろんたくさん積むので、うん、まあ、そこら辺も考えながら、まあ、DIY の方をしていこうかなと思ってます、はい、あの今からこの DIY 動画も多くなるんで、うん、そうね、ね、じゃあそれでは今回買ったハイエースの紹介は以上になります、はい、で私たちもまだ買って間もなくって、うん、やっていかないといけないことがたくさんあるんで、はい、あの同じことになるんですけど、この DIY 動画も多くなるし、もちろんキャンプもしていくし、うん、で車中泊もしていきたいっていうのであるので、はい、これからも私たちの動画を見ていただければありがたいかなと思います、うん、それでは今回の動画が良かったらいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Yesterday I lost the battle, trying at all costs, oh, to keep you, babe. Oh, to keep you, babe. Doo-doo-doo. Now I hurt so bad, all I feel is sad that I lost you, babe. Oh, I lost you, babe.